名古屋ウィメンズマラソン2024、3月10日、愛知・バンテリンドーム名古屋発着。JMC シリーズ GS の名古屋ウィメンズマラソン2024を2日後に控えた3月8日、愛知県名古屋市で招待選手記者会見が行われた。パリ五輪代表選考会マラソングランドチャピオンシップ、MGC の最終戦。女子は大阪国際女子マラソンで前田穂み 天馬屋が出した日本記録2時間18分59秒を切って日本人最上位になればパリ五輪マラソン代表最後の1枠を手にする前回の東京五輪には1万メートルで代表入りした安藤由香はコールだが2017年から挑戦しロンドン世界選手権にも出場している本業でオリンピックへというこだわりは強い 前田が日本記録を更新して MGC ファイナルチャレンジ設定記録が跳ね上がったが、代表権を狙うのであれば、中途半端な気持ちではだめ。日本記録狙えるような練習をしてきました、と、それ以前から2時間19分前後は意識していたという。昨年の MGC では9位、レースが動いたときに動けなかったことが今も心に残る。だからこそ レース後にああしておけばよかったという後悔がないようにと話す。ここまでは怪我なく準備できたと言い,い、一つ一つやりきるというところを毎日の練習でやってこられた。当日、自分がやってきたことを出し切るだけと心身ともに整った。岐阜県出身だが、高校は愛知、豊川だか。駅伝では全国制覇を2度経験したまた。 初マラソンだった17年の名古屋ウィメンズでは2時間21分36秒と快走するなど、慣れ親しんだ場所で、パリ五輪へのラストチャンスを迎える。やってきたことを信じて本番は出し切れるように頑張りたい。苦しい場面は何回来るか分かりませんが、積極的に走りたい。悲願のマラソン世界大会代表に向かって、強い思いをたぎらせていた。レースはバンテリンドーム名古屋発着で、 9時10分にスタート。東海テレビ制作のもとフジテレビ系列で9時から生中継される。